こんにちは、マッスルグリルです。今日はですね、前回に引き続きこのボディーボスね、中部負荷、胸と三頭筋を鍛えていきます。はい、ということでですね、こうストレッチポールがあるとね、すごい効きが良くなるので、これも一応おすすめします。じゃあまずね、こちら置いてもらって、これが中部負荷ね。で、最初にやるのはプレス系3種目、真ん中と上部と下部、一番シンプルなやり方で説明しますと、これをつけまして、これでセット完了。はい、でこれなんでストレッチポールを選択したかっていうと、肩甲骨が自然と寄るんだよね。ああ、ストレッチポール。はい。状態でプレスできるんで、はい、より効くよっていうことですね。じゃあこのままセットしたら、これスタートポジション。胸の真ん中に向かってグーッと押していきます。で、ケーブル、チューブ負荷なんで、若干こう寄せても負荷が乗ってますから、うん、ダンベルとかバーベルとはまた違う刺激ですね。こういう状態。これ真ん中。もっと収縮させたい人は軽くこうクロスしてもらいます。もっと収縮します。はい、伸ばせば伸ばすほど負荷が強くなってくるから、一番胸が収縮した時にギュッて力が入るんで、細かいカット出したりとか形を出すトレーニングには特化します。これが真ん中あたりに一応意識してて、で次は上部ね。上部の時は同じ位置でいいです。だいたいトップバストくらいから、今度は自分の目線の先に向かってグッと脇を閉じて下ろして目線の位置に上げていく。これインクラインも、これはインクラインですね。上部競争したらもっと収縮します。これも上部ですね。で、下部は同じ位置から今度下に向かってグッと押していきます。グッと押し込む。よいしょ。これで上中下、はい、全部モーラでいくということですね。トライセットするのね。トライセットでやってもいいし、はい、1セットずつ強度上げてやっていってもいい。これもう一個負荷強くすると、もうね、すげえダンベルで考えるとね、30キロぐらいの負荷になるんで。あ、はい、ちょっと一回やってみますか。はい、これもうもう一本通すだけ。こうやって何でもかんでも高重量でやってしまいたくなってしまう社員なんですけど。そうですね、はい、いやこれは結構重いんだよ。いいですか。はい、うわ、いやもうこれケーブルだよ完全に。もうなんかもう釣りそうな負荷。ああ、これはね、でも血管やらカットやら今しか作れないような、もう多分作れると思いますね。むしろ今これが一番効率いいのかなと思います。ああ、そうですね。だからまあ自重でやっても全然いいんですけど、すげえ負荷で鍛えられるんで。これがプレス系の種目になります。はい、辛いよこれ。はい、お願いします。おお、かなり重いじゃん。ちょ、これやばいっすね。こう収縮感って言ったら、ケーブルクロスを固定してできるみたいな寝た状態。さらに修道負荷が加わるみたいな感じなんで、ビリビリ感が胸の。お、どう、上部。いや、いいっすね。で、下部。そう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 。やばいこれ。いいでしょこれ。すげえ効きますね。これもびっくりするぐらい効くよねこれ。そうですね。多分ダンベル30キロぐらい、一番深く、そうそうそう、一番深くかかるときはそんな感じ。いやこれきついわ。でしかもこれ、はい、あの修道負荷のいいとこっていうのは怪我しづらいの。あ、ほんとそんな感じしますね。筋肉が伸びてるときは負荷はそんなかかってないから、まだちょっとずつこうやって負荷をかけてくれる感じ。そうそうそう、いきなりドーンっていうんじゃなくて、じゃないね、ぐーっと一番きついときで30キロみたいな。だからだん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 こう付き合っていくと、なんか冷たくなっていく彼氏みたいな感じだよね。そういう感じ。最初優しかったのにみたいな。はい、うん、そういう感じの刺激。メンヘラにはいいよね。メンヘラあったら最高の刺激です。最高だよね。はい、はい、じゃあ次胸の種目で、はい、プルオーバー。プルオーバー、はい、胸でプルオーバーやるって結構いると思うんですよね。こういう状態で、まずあの強度強めだと思うんで、まず1本から試してもらいたいんだけど、はい、まあ、こういうふうに持ってグ
と伸ばしていきます。おお、はい。ストレッチして引き寄せてあげる。最後マスキュラーポーズをグッてところでキュッと収縮させてあげるような感じでグッと開いて最後グッと締めてグッと締めてあげる感じで、これ結構まあ俺の場合だと負荷そんな強くないんで2本いけちゃうんだけど、かなり重い。これだとOK、ダンベルプローバーとは全く違った負荷の入り方しますもんね。やっぱ全然違う。やっぱりね、こう伸びれば伸びるほど刺激くるから、ググ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 グミシミシって感じ。そんなグググいっちゃいますね。グググいってるから、めちゃくちゃいい。これ伸ばしたところでよりかは、これ収縮したのきっちゃうんですか。本当本来は伸ばしながら負荷かけない種目なんだけど、はい、ケーブルの感覚と収納負荷の感じでもうここでグッと入るんで全然また違った、ケーブルで引いてるような感じと違う。ああ、そうです、ね、そんな刺激になります。プローバーやんないもんね、普段ね。プローバーやんないですね。プローバーのマシン自体珍しいですからね。あんまないね。はい、ダンベルでほんとたまにやりますけど、うん、はい。そうそうそう。で、最後なんか小指を内側にひねっていく感じ。そう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 。うわぁ。うわぁ。いいでしょ？めっちゃいいっすね。いいでしょ、これ。はい、胸ですけど、うん、肩周りとか、そうそうそう、まあ、背中とかもね、若干入りますしね。もちろん、はい、全体的に入りますね。本当にもうググ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 グって感じです。結構グーって感じです。はい、じゃあ最後に皆さんに朗報があります。はい。散々腕立て伏せ今やってるじゃないですか。だけど、あの負荷かけるの難しいと思うんですよ。はいはいはい。そこでこのボディーボスね。おお、はい。腕立てにも負荷かけられます。こういう感じで。で、これ土下座得意な人はね、簡単にできるんだけど。ってください。この高校の頃散々先輩に土下座してきたから簡単にできるんだけど。そうですか。じゃ慣れてない人はね、ちょっと刺激が必要です。で、このまま、こういう感じ。おお。結構負荷強いです。はい。あ、こんな感じ。で、寝るときは、このままどこでもできる。このまんまなんか、部屋中歩き回って、はい、やりたいときに、あ、どうもどうも、あ、先輩。あれはもうどうもっつって、そのままバレないようにこういう腕立てバレないバレないバレないって言いますか。スマイルチャレンジの始まり始まりで、はい、これ何本ですかこれ。これ全部フルでフルスタックでやってみた。フルマックスでやってみた、はい、でもこれかなりの負荷になるから。そうですね、ちょっとやってみたいですよ、うん、土下座ちょっとあの自分やったことないです。そうでしょう、はい、布団忍び込むみたいな感じですか。そうそう、そんな感じでいい、はい、にゅるにゅるにゅるここ大変だからね。あ、うまい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 。あ、そう、それでいい、それでいい。で、肩のちょっと脇に引っ掛ける感じ。ここら辺ですか。そう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 。よっす。うわどう。めっちゃきつい。めっちゃきついっしょ。はい。うわどう。これすごいっすよ。めちゃくちゃよくないこれ。いいっすいいっす。10回これほんときついっすもん、10回やるのが。腕立てするなんて、ぶっちゃけなんかコツって何回もできちゃうじゃないですか。うん。これ、ね。ちょっと出すけど。あ、出た出た。いや、きついですね。いいですね。いい負荷でしょこれ。いい負荷です、いい負荷です、うん、優しい負荷、優しいけど厳しいみたいな。厳しい、うんうん、いいですね。いいでしょ。じゃあここからは三頭筋に入っていきます。はい。やっぱりね、このストレッチポールがねちょうどいいんですけど、このまま寝てもらってライングトライセプスエクステンションですね。ここからグッと上に伸ばして、おこういう感じ。よいしょ。結構重いですよこれ。こういう感じで角度変えてちょっとこっちに行くことで少し三頭がストレッチしたポジションでもできますから、ここからこういう感じで、うん、こういう感じ。結構可動も取れますね。常に引っ張られてるからこっちまで来ても大丈夫。広い範囲でやってもらって大丈夫です。これが三頭筋の一種目ね。ちょっとプローバーみたいな感じですよね、うん、で肘関節をメインで動かすみたいな。そうそうそう、はい、肘と肩で一緒にやることもできます。はい。そうそう、結構下までグイーってやっちゃっても負荷抜けないんで、はい、あ、ここめっちゃ収縮しますね。そうそうそう、収縮めちゃくちゃ入るんですこれ。うわー、いいっすね。意外とできちゃうよね。できます、できます、すげえ、うん、はい、関節とかに全然負担がない。負担全く来ないね、はい、本当に筋肉収縮ピンポイントでグッて入るようなイメージですね。
じゃあ次の種目はフレンチプレス、ストレッチ系の種目なんだけど、まあこういうふうに三角形にして頭の後ろ持ってきてこういう感じ、しっかりストレッチかけてあげて押すと、こんな感じ。本来だったらここで怪我しやすい種目なんだけど、伸ばした時に負荷がかかるから怪我はしづらいです。はい、はい、どうですか。いいっすね。いいよね。これもう一個負荷を重くすることもできる。もう一本つけるの、ね、はい、やっぱダンベルよりもね、本当に筋肉への負荷効いてる感じがありますね、うん、うっかり落としちゃうこともないからね。うっかり落としてもね、これで済みましたよね。ママうるせえな。下の人はやめようかと。はい、じゃあこちらね、これ使い慣れるとね、本当に自分なんかもかなり重宝してて、ボディービルってみんなパンパックするじゃないですか、持ってこいなんですよ、うんうん、でやっぱりボディメイクに特化してるんで、特にね、そのやり方っていうのは無限に思いつくし、いろんなやり方があるし、はい、ストレッチポール使う、椅子使う、どんどんバリエーションも増えてくるんで、今の時期ね、自分も積極的にこのやり方を皆さんに紹介するんで、ぜひ買ってみてください、はい、うん、このスペースがあればできちゃいますか。全然できる、はい、持ち運びもできるんで、こうやってだからトイレ行くときとかもいやいや、それやる必要ないですけど、いろんな使い方できるんで、はいはい、じゃあボディボスやってみー。